はい、伏見稲荷に着きました。ちょっと逆光がすごいけどこんな感じでございます。狐が、はい、こんな感じでございます。真っ赤ですね。そして伏見稲荷めっちゃ広い。よし、とりあえず階段登って上行きましょう。よいしょ。とりあえず千本鳥居のとこに行きましょう。こちらですね。これです、これ。イナコンダ。はい、こっからなのかな？あります。おお。すげえ。下方がなんか綺麗に響く。終点あたり。すごいね。すごい。Your religious laws are very strong, yes? What? Mm. Religious rules. Strong. が分かれてる。どっちから行くんだ。おお、すげえ。今ね、左右の道に分かれてましたけども、右側からということで来てます。すごい、とにかく鳥居がすごい。うおー、そしてね、もう天井がすぐそこなので、すごいですね。神秘的なスポットでございます。光も差し込んでます。ここからちょっと曲がってますね。お、出口。出口が来ました。お、こっから出てきた。ね、帰りはこっちからかな。さらに上に続くみたいなんですけども、本日は行きません。そしてね、絵馬がすごいですね。狐になってます。この軽いね、これを持つ。これを持ちます。戻します。うわ、重かった。結構重い。ああ重い。行きましょう。すごいちっちゃい鳥居も飾ってあります。おお、はい、これが地図で、ここまで来たのかな。ここまで今、そっか、今ここで、さらに上ですね。ここか、一番上ここだ。稲荷山、はい、遠い。じゃあここまでってことでいいかな。じゃあ戻ります。ちょっとね、山までは、まだ風があるんですけど、あと1時間登りに1時間、帰りに1時間かかるということで、まあ、今回はねやります。はい、広い。あ、右側はよくわかりませんが共同交渉です。すごい、もう全部敷地、全部広。うわ、今日は京都御苑、京都御苑現在地、あ、こっちだ、もうあれが、そうそう、
御苑の周りの壁、うん、あの聖書門っていうところから入るって書いてある、ね、あこれね聖書門、はい、ここから入ります。はい、京都御苑ですね。中入ってきました。御所か、ここは御所そっか、さっき門通ったからここは京都御所の中ですね。これは松ですね。すごい、なんかさ、こう切り取ったら絵だよ。あー確かにすごいな。ちゃんとね、入るときは、手荷物検査と、ナンバープレートみたいなのが配られます。ナンバープレートっていうか、これね、これが配られます。はい、城名門すごい真っ赤、すごい後ろのが、うん、あそこが天皇陛下が行ったところ。あすごいですね、とてつもなく広いです。おー、今のねこの大きなところは紫神殿というところらしいです。おっとこけた、順路に進んでいきましょう。おおすごい、すごいな、寄れるかな。おお、すごいですね。さっき正面から見てたのはそこですね。はい、また少し歩いてきました。そして今日もものすごく暑い。この池はお池庭だそうです。すごい景色、めちゃくちゃいいですね。こんな感じで本当にですね、無数の、大事な建物が、建てられてますね。ここはもう出口、さっきのところあそこ正面立ってる。ああそういうことか。ああいやすごい、だってこれだってさ全部回ってるわけじゃないからね。ただそこをぐるっと回っただけだもんね、はい。京都御所ねぐるっと一部ですが回ってきて、今後ろにある休憩所、冷房ガンガン効いているので、少し5分ぐらいかな、休んできました。今もうお昼12時過ぎてるので、お昼食べてまた、何箇所か回りたいと思います。出口ですね、出ましょう。はい、というわけで出口から出てきました。本当にとてつもなく広いです、そしてこの暑さなんでね、京都は今日も暑い。37度つってた昨日、37度、今日も多分同じぐらいあると、思います。暑い。はい、お昼はですねこちらですね、ちょっと歩いたところにパンケーキラインベックということで、パンケーキ屋さんですかね。入ってみましょう。ちょっと待つみたいですね。バナナなんだっけ、チョコレートパンケーキどうぞ食べてくださいね。私はこれチョコレートアイス、チョコレートアイス食べます。あんたパパに食べる、うん、いいよ食べる、うん、はい、アップルパイだ。どうぞ。失礼します。どうぞどうぞ。この平野子さんという創業した人が。アップル
マーケットのうさぎ山商店街のモデルと、なりました。出町松形商店街に来てます。おお、まあ、こっから撮る感じかな。ねえ、なんとか坊やがタマコになってます。